皆さんこんにちは、森山ジョージです。暑くなってきましたね。今日もこのカーブをねいじっていこうと思ってます。で、今日は何をするかっていうと、これここわかります？これ何かっていうとチェーンカバーなんですね。バイクも自転車と同じようにチェーンで車輪が回るっていう仕組みなんで、これチェーンカバーなんですけど、なんかね見てもらえるとわかるんですけど、ちょっとぼってりしてて、まあこれはこれで味なんでしょうけど、ちょっとぼってりしててね、あんまりかっこよくないので、今回チェーンカバーを買います。それがねこちらです。じゃん、こちら。これねシュッとしててね、ここにこんな感じですか。チェーンをあえて見せる、チェーンをあえて見せるみたいな形の、今回はカスタムをしていきたいなというふうに思ってます。で、今から変えていきますので、そのやり方も含めてご紹介していきます。はい、それで、チェーンカバー外していきますね。で、外すのは、4つだけです。ここと、ここと、ここと、ここ。ここ10ミリの、これ、ボルトかな？で、止まってるので、これを外すだけ。なので、まずは外していきますね。こっちも外していきます。ほい。こんな感じです。あ、でも、多分これは、下は取れるのかな？はい、こんな感じで。取れましたね。はい。ただ上は、これ取れないよね。これ外さないと取れないんだよね。だから、これをちょっと外していきます。はい、今、ここ取りましたね。ここは、工具入れが入ってたんですね。このカバーを取って、で、今ね、邪魔になったらあれかなと思って、ここ、サスペンションも取りました。リアサスペンションね。で、リアサスペンションの取り方とか交換方法は以前のね動画でも上げてますので、ぜひねそちらをご覧ください。はい、それでそうすると多分これも邪魔なものがないんで取れると思うんですよね。いきますね。おーい、こんな感じです。チェーンむき出しですね。まあこれはこれでかっこいいかなと思いますけどね。で、ここに新品のこのチェーンカバーをここにこうこんな感じでくっつけるんですけど、これ見てわかります？なんかこれわかります？ピカピカすぎるんですよこれ。なのでこれもやっぱここだけ浮いちゃいますよね。なのでこのメッキのピカピカ僕はいらない。なのでこれも例によって錆塗装をしていきます。はい、それで今錆塗装をしましたので、こんな感じです。仕上がりね、結構よれた感じがしました。ね、ここピカピカだと本当ここ当てた時にめちゃくちゃ浮いちゃうんで、これ最終的には仕上げでやっていきますけど、今簡単にねやりました。あとはもう本当これをはめていくっていうだけなんですね。せっかくねローダウンしたので、やっぱチェーン見せた方がねフォルム的にもすごくかっこいいので、武骨な感じに逆にした方がかっこいいと思いますので、こういう形のねチェーンカバーかなりおすすめです。はい、で今からはめていきますね。はい、今すべて付け終わりましたね。リアサスペンションと、あとこの工具箱が入っているこのカバー、これ付けました。今どうですか？これめちゃくちゃいい感じでしょ。前はねビフォーアフターちょっと見てもらえますか？はい、これがアフターです。なのでシュッとしたでしょ、無骨な感じがして。でローダウンしてタイヤとのねフェンダーの隙間がなくなったんで、よりねこうチェーンをね無骨に見せた方がね本当にかっこいいと思うんですよね。なので僕の株は基本コンセプトが汚く塗りたいっていうね、4、50年倉庫に、置いてあったものがおじいちゃんにもらってそのままレストアしましたみたいなね、そんな株にしたいので、かなり汚い感じに塗装もしてます。なのでこういう武骨さが逆にすごいかっこいい。
と僕は思ってますので、これすごい簡単です。このねチェーンカバー自体も1000円ぐらいでね、あの通販で売ってますので、ぜひね、まあ、適合車種、調べてから買った方がいいと思います。これすごい簡単ね、本当にナットボルトをね4つ外すだけで純正の外れて、あとはもうこれ入れるだけなので、誰でもあのドレスアップできますので、ぜひおすすめです。今日は以上になります。ありがとうございました。